ウッコは、フィンランド神話で、天空、天気、農作物と、その他の自然の事象を司る神である。フィンランド神話、エストニア神話の中で最も重要な神でもあり、フィンランド語の、雷雨はこの神の名前から派生した言葉である。彼ラでは、すべての事物の神であるかのように、絶対神とも呼ばれており、神話で、自然絡みの話となると、大抵ウッコが登場する。 ウッコの起源はおそらくバルト神話のペールコンスと古代フィンランド神話の空神イルマリネンであるウッコが天空神としての地位を得たことでイルマリネンは人間の鍛冶屋の英雄となったウッコの武器はウコンバサラと呼ばれる稲光を発することができるハンマーであったウコンバサラはボートのような形をした石符だったろうと言われるが 石器の時代が来て石器が使われなくなるうちに石の武器の起源は謎になった。だが人々はそれを先端の石の部分から稲光を出して攻撃するうっこの武器であると信じていた。カレリアで見つかった単純化された石の彫刻。蛇と雷の両方の特徴を持っていると信じられている。うっ子が妻、悪化と連れ添っている時には雷雨が起こり、 二輪戦車で空を駆けても雷雨が起こった。ノコギリ型のヘビのイメージは雷のシンボルである。ヘビと稲光の両方の特徴を持った石の彫刻もある。ウッコの名前はマウリウコンマーガホのようにフィンランド人の生に残っている。北欧神話のトールもペールコンスに結びついている。ありがとうございます。